アイテム番号 SCP-188JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-188JP は施設への収容は不可能なため、周辺の島に強力なレーダー装置を配備した敷設を設置し、許可を受けていない者は近づけてはなりません。敷設には常に海上での保安活動及び船舶の運転が可能な12名以上のスタッフが配置されます。侵入者に対しては高速の後 B クラス記憶処置が行われ、密航者として警察に身柄を引き渡してください。 SCP-188JP の調査には必ず日本人のみで構成された人員を選び、所持品は最低限としぶきは持ち込まないでください。可能な限り日本語以外の使用、日本語以外の言語の書かれた物品の所持は避けるべきです。説明。座標南緯2度、分東経14度、分に位置する無人島です。1942年から45年にかけて島は旧日本軍により占拠されていたと考えられます。しかしこの島に関する資料は存在しないか紛失、または破棄されており、確かな資料は存在していません。財団による調査の結果、島に戦略的な価値はなく、当島に駐留していたと思われる旧日本軍の部隊も所属不明となっています。島内には塹壕跡や遺留品などがそのまま残されており、その規模から推察で150から300人が活動していたものと思われます。SCP-188JP の得意な点は、島内は完全に無人にもかかわらず遺留品や基地、塹壕跡の位置が常に変化や増加、消失を繰り返している点にあります。財団は過去に SCP-188J 内部より合計3トンに及ぶ遺留品を調査目的で回収していますが、現在もなお島内の遺留品は増減を繰り返しています。島内では兵士が書いたものと思われる多数の手記が次々と発見されていますが、その内容を照らし合わせると多くの矛盾点が存在します。筆跡鑑定により発見された手記は全て同一人物のものであることが判明しています。書かれた年代はおよそ1940年頃で太平洋戦争の年代と一致しておりますが、その内容は明らかにごく最近の、外部からの影響を受けていると考えられ、研究が続いています。また、島の中央付近には地下陣地が構成されており、調査ではその全長は約 4km ほどであると見られています。壕そのものを爆破する試みは大規模な滑り落ちを引き起こしましたが、調査隊が引き上げてから数ヶ月後に行われた再調査では壕が再建されていました。この壕内への再三にわたる調査は全て失敗に終わっています。島内の調査及び地下陣地の探索は過去5回にわたり行われていますが、その全てで職員の行方不明、調査資材や食料の異常な紛失などを引き起こしており、追加調査は凍結されております。島はイギリス連邦に属する、の領海であり、イギリス政府の働きかけにより島周囲には大戦中に敷設された大量の地雷や機雷が存在しており、立ち入り禁止というカバーストーリーが展開されています。調査記録、188A1、日付2000年4月9日。調査目的 SCP-188JP の状況調査。調査結果、島内の測量を行い、12箇所の塹壕跡、1箇所の地下陣地跡を発見。また、174.80kg に及ぶ遺留品を回収した。この調査の最中、食料の一部と銃器及び弾薬が紛失。徹底的な捜索が行われたが発見できず、その他、部隊員の私物もいくつか紛失していることが判明。調査開始より10日後、観測機器を残して全部隊は撤収し、第一次調査は終了した。以下は今回の調査において SCP-188JP 内で発見された手記の抜粋です。4月8日、哨戒が水平線に接近する船を発見せり、支隊長様は所属の確認を行い、もし敵なら水際にて撃滅せんとか命さる。4月10日、謎の船は友軍であった。
しばしの艦隊、新兵器、食料などを得る。祖国の地からの食べ物はなんと素晴らしいものか。4月20日補給船は去る。必ずまた戻ると約束をした。久しぶりの祖国の空気に分隊長以下。快楽類。明日よりまた穴掘りだ。調査記録。188A3。日付2000。年。6月11日。調査目的島内に置いた観測機器の回収と島内地下陣地の探索。探索のため武装した調査部隊を派遣。調査結果観測機器の一部が紛失。また A1 および A2 の調査時に遺留品を採取した地点に新たな遺留品を確認。各地の再確認を行った結果。塹壕跡地の場所がずれており跡地は10箇所となっていた。再び部隊の食料や武器の紛失事例が発生。さらに4日目の野営の後、部隊員2名が消息を絶つ。地下陣地の探索は見送られ、1週間にわたる不明者の捜索中にさらに1名が行方不明。部隊は撤収。以下は今回の調査において SCP-188JP 内で発見された手記の抜粋です。6月11日、再び船。武装した者が数名。我が隊に偵察の命が下る。6月16日、敵兵と交戦あり。分隊長の命により敵キャンプの夜襲を敢行。敵の物資を強奪し、襲撃の成功するも反撃に遭い一時撤退。山中に潜伏することとする。6月23日、山中にてゲリラ戦を行う。敵兵1名を捕虜。敵といえど同じ人間。処遇に胸が痛む。今夜、分隊長により処刑がされる。地下陣地探査記録。188T1。日付2000。年。12月。22日。これは4度目の調査において行われた島内中央に位置する地下陣地跡地の探索記録です。探索にはケイビング経験のあるベテラン隊員6名が選出されました。記録開始。HQ-S12。調査行動を開始せよ。JPF-S12。了解。映像、遅れてますか？これより行動を開始する。HQ、映像良好。思ったより良い状態だな。まるで最近掘ったみたいだ。JPF-S12。だが埃がかなり積もっている。急に道が広くなった。HQ、最新の注意を払え。音声分析では異常は確認されていない。そのまま前進せよ。JPF-S12。了解。いくつか部屋を抜けた。妙だな。コンクリートの色が違っている。明らかに作り直したような感じだ。JPF-S12。木製の扉が見える。部屋があるようだ。これより内部に潜入する。HQ。HQ 了解。気を抜くなよ。JPF-S12。HQ へ。部屋に入った。白骨の死体がある以外はガランドーだ。ああ、HQ。俺たちより以前にここに誰かよこしたか？ HQ。どういうことだ？この調査はこれが初めてだ。JPF-S12。遺体の脇に拳銃が置かれている。俺たちのと同じ銃だ。HQ。映像でも確認できた。何としてもそいつを持ち帰れ。消防する。他に遺留品があれば可能な限り持ち帰れ。その遺体の骨の一部もだ。JPF-S12。了解した。回収次第祈祷。待て、一人足りないぞ。S4 が消えた。HQ。緊急事態だ。HQ。自称 M2 を宣言する。S12。部隊の指揮は継続できるな。即座に撤収せよ。S4 は、すぐに回収班を編成する。今は即座に撤収するんだ。JPF-S12、ケリー、畜生、撤収するぞ。急げ。記録終了。その後に派遣された回収班は行方不明となった S。
4を発見することはできず、5の爆破を行う試みも行われましたが発見には至らず、以下は今回の調査において JPF-S12 が持ち帰った手記の抜粋です。12月21日、本部周囲に敵兵の影あり、死体は突撃を断念し、5を利用しての持久戦を行うことを決定。ここが我らの墓標か。12月22日、壕内で激しい銃撃、耳鳴りがやまず、分隊長は捕虜の処刑を決断せり、動ける者の中から切り込み隊を結成し、敵に当たれとの命の下る。今夜、私は死ぬだろう。12月24日、壕内で滑り落ちあり、明日からまた穴掘り、後期2660年ももうすぐ暮れる。正月には豚が食べたい。壕内で発見された拳銃は以前の調査で紛失したものと判明。白骨死体はおよそ鑑定により50年以上が経過していることが示されています。骨の DNA 鑑定により、白骨死体は行方不明となった S4 のものと一致しました。以前に行方不明になった人物は全て日本人以外かハーフであったことが分かっています。これらの事象から、SCP-188-JP は日本人以外の人種を選別して危害を加えているものと思われますが、その方法などは全く分かっておらず、それを防ぐ手立ても現在調査中です。